ワンピース存在しない記憶を語るスレ。に対する読者の反応集。インペルダウン編で小野手のモーガン参戦は熱かったよな。まさかウルージさんが来るなんてな。ホールケーキアイランド編、ゼフがジャッジに単価切ったの熱すぎた。まさかベルゴさんがジェルマだったなんてな。その流れでベルゴダブルシックス設立及び、ジェルマさん量産するの頭がこんがらがりそうになったな。シェルズタウン編でベルメールさんが生き返って無双する流れ好きだわ。シャルリア軍が改心するとはなぁ、奴隷解放運動で世界を暗羅するまでに至るとか想像できなかったわ。ジャンアンゴがホールケーキアイランド編で麦わらの一味を助けるシーンは感動したね。赤犬が人形見て、鼻からマグマ吹いて貧血になるくだりはだいぶ荒れたよね。未だにロー許せないわ、あそこで裏切るなんてな。ダークヒーロー的人気はあるけど、やっぱりキャラクターに倫理観があってほしい読者としては複雑だ。かっこいいはいいんだけどな。ゴッドウソップが信託とカゴを受けてドフラミンゴに致命傷を与えたのはすごかった。ベガパンクがコンポートの技を再現して作った、おっほっほほほうほっほあー、ほうがまさか切り札になるなんて。さすがにホディとノアを合体させてたあたりは迷走してたと思う。結局デッケンを倒して解決したし。ホーカマダマスクがドンキホーテファミリーの旗燃やすシーン大好き。まさか扉絵シリーズでデマロがあんなことになるとは思わなかったわ。シャンクたちの目的が世界各地のジョイボーイ候補たちに麦わら帽子を託すことだったなんて。まさかアキリア、VS アトモスで泣かされるとは。ウルペイの過去話は泣けた、そやカイドウについてくわけだよ。まさかバギーの実が神の実だったなんてな。クロコダイルとミホークを部下にできる実力に上り詰めるとは思わなかった。第1話のシャンクが、シャンクたちを裏切ってルフィの味方になってくれるところは胸熱だったな。まさかワーテルにあんな意味があるとは思わなかったよ。催眠状態のカヤの横で一緒に遺書書いてるジャンゴ一番笑ったわ。白ひげの息子たちが実の白ひげの息子にも兄として接してるの、本当に好きー。海賊団全体で子育てしてる姿を見るのはいつ見てもいい。その白ひげが岩ちゃんに帰還して逮捕された時は全米が泣いたんだよな。あの衝撃は超えられんよ。まさかレッドで歌の片腕をシャンクスがちぎるとは思わなかった。共感者もトム。まさかラミちゃんが生きていてキッドと知り合いだったとは。まさかロッキーポート事件であんなことが起こっていただなんて。な、黒ひげ実はいいやつで草、コンポートが出てきた時はどうなるかと思ったよ。ローほとんど巻き添えで腹筋バスターコールだったわ。はっちゃんとまさかラフテルで再会するなんて。ワノ国でマルコ、VS クザンの記事対決は熱かったわ。まさかカバジが黒ずみだったなんて。伊蔵さん、ジューナシス手頃でも強いとは。実はあの美顔に反して脳筋では。今考えてもマイケルとホイケルが CP9 だったのは衝撃だったよな。フジトラの海岸めっちゃ怖いな。扉絵のアルビダとコンポートが化粧してる絵好き。まさかコンポートがメインの映画が作られるなんて。ブラハムが CP0 と繋がってるなんて。若い頃のクロコダイルがダズそっくりの相棒と楽しそうに飲んでる扉絵で、あ、ってなった。だから脱獄に誘うほどミスターワンを気に入ってたんか。五老星の正体がトラオの血統因子から誕生したクローン5人の成長した姿、五老星、だったけん、実は未だに納得していない。アーロンとコアラの再会シーン、胸熱すぎだろ。まさかエースが赤犬の挑発なんかに乗って死んじゃうなんて、せっかくみんなで助け出したのにあんまりだよ。それ原作？何言ってるんだ？原作はサボがギリギリ間に合って助けに来てくれたはずだろ。わぁ、あ。泣いちゃった。ハットリが CP9 リーダーとか誰も予想できなかったよな。ルフィとのボス戦めちゃくちゃ熱かったわ。ホールケーキアイランド編でサンジたちの脱出助けてくれた銀の再登場は熱すぎた。再登場してたペータンがしきりに首サスサス触ってたの。首のダメージまだ残ってるのが伝わってきていたそうだった。ウルティはそんなの構わず突進してくるし。ガープが黒ひげボコボコにして再起不能にするの、やっぱ置いても最強格って感じでよかったわ。蜂の巣で大暴れするコンポート、さすが四皇の長女ですわ。まさか紆余曲折経て、11人の超新星が共闘のため集まることが起こるなんて思わなかった。最悪の世代目。って世界政府役人の叫びに、最悪なのはこの時代もだ。って返すの好き、構図的に11人の誰が言ったようにも取れるのがまたいい。
その衝突遠くから観察してた黒ひげの表情が顔の角度的に見えなかったのも憎い。エッグヘッド編、このタイミングでキザルに青生地合流からの、新旧三大将集合は戦隊ヒーローみたいなかっこよさあってすごい盛り上がったよな。ただ10日間の決闘回想からの海軍の過去編長そうでやきもきする。確かに気になってはいたけどさ。まさかドラゴンが元海軍大将、国有、だったなんてな。過去編熱かったよな。いやまさかさ、キャラコの容器が過去の四校とは。ホールケーキアイランド編の波、VS コンポートは個人的ベストバウト。最初は余裕そうだったコンポートが戦いが進むにつれ、焦りでどんどん言葉遣いが荒くなっていくのが好き。ゼウスを懐柔した波に対して、このクソアマ、ふざけるな、とか逃げ腰の波に、おいこらまたん開墾の小娘どもを、とかがお気に入り。でもフルーツ拳法で暴れ回る姿は四校幹部にふさわしい強さだったし、お前らがやったことはいずれ必ず報われる時が来る。その時までせいぜい怯えながら震えてるんだよ。で大艦隊に囲まれてピンチになる麦わらの一味を予言してたのさすがだわ。でもやっぱり断末魔の、おっほっほほほうほっほあーのインパクトはすごかった。プリンちゃんのバラ亭主要編扉絵連載に、銀とかジュバルとか G5 とか来て、三次の話してったのよかったよな。ロートドレイクとホーキンス来た時のジェルマの話に、ためらいがちに混ざりに行くの可愛かった。まさかクイーンの科学技術に合体機能があるとは思わなかった。キングとの合体形態のクイーンは見た目はともかく、かなり手強い相手だったよね。コンポート、VS カイドウは熱かった。カイドウが勝つのは分かってたけど、コンポートも長寿の意地見せててコンポートの株上がったわ。荒巻が荒廃した土地を緑地化計画するの SDGs。エッグヘッドでのジンベイ&リリス、VS 核の最中に、いきなり停電になったとこマジでわけわかんなくて爆笑した。アニメどうすんだろ。クロコダイルが飛んだったで岩さんに成長ホルモンで人間にしてもらったの爆笑した。ルフィが変えた旗をかけてバルトクラブとフォクシー海賊団がデイビーバックファイトする回好き。まさかルッチが CP9 だったとは、いやまずロリという時点で、ガレイラどうなってんだ、と思ったがスパイだったとは、世界政府どうなってんだ、なんでこんなロリ働かせてるの？ロー、サンジ、ホーキンス、ドレイクの4人で、ノースフォー結成するの大好き。ジェンゴとドフラミンゴがサングラス交換してる扉絵は笑った。まさかバギーのあの憎めない同化感が全部演技で、裏で政府と繋がってたとは予想できなかったよな。まさか三船長が本当にアホのミンクだったとは。今までちょくちょく重要な場面に現れては正体を明かさず去っていく、自称、おそばマスク、ことステルスブラックの正体が、一味の中で唯一非戦闘員でコックの三次君だったなんて、そりゃ一味の行く先々に現れるわけだわ。てか三次君戦えたんだ。しかも強い、マジか。いやぁ、イム様がまさかのコンポートだったとは、五老星も爪蹴り部隊とシャンクスだったなんて、ブルージー、何先にラフテルついてんだ。まさかトットムジカの音色を止めるのがナギナギの能力だっただなんて。負の感情を安らかに眠らせ、グラグラの能力まで止めることができるなんて、ドジッコピエロ初登場時には思いもよらなかったな。ホーキンスがカイドウを裏切って、残念だったなカイドウ、最初からこういう作戦だ。で鬼ヶ島に集った超新星全員で共闘するシーンはマジで熱かった。屋上にホーキンス、アプー、ドレイクまでもが集結したところいいよね。まさかダダンが元ロックス海賊団でホールケーキアイランドに来てたとは思わなかったし、意外と強くてビビった。ルフィのいないところで、母親ってのはそうじゃねえだろ、リンリン。って言ってる時の階層に ASL が浮かんでて、うわぁ。ってなったよ。血の繋がってないけど母親だったダダンと、血は繋がってるけど母親というより船長のリンリンとの対比が美しすぎてめっちゃ好き。あと幼少期のリンダダ姉妹可愛すぎね。インペルダウンにいた裏切り者ロシーがまさかドフラミンゴの弟だったとは。頂上戦争後急にいなくなって作者から忘れられたかと思ったら、ドレスローザ編で出てきてビビったわ。ローがいつものエネル顔してて笑ったローにその顔させるの、おダッチ好きだよね。金色神楽のバックダンサーでジェンゴとフルボディが潜入してたのは笑った。ニカルフィーとスモーカーが背中合わせになってる時すごいピンチだったけど、二人とも真っ白だから不覚にも神秘的だった。スモーカーの覚醒凶悪すぎる。ホーディーがマリージュアで大暴れして、恐怖の海底王国建国するの鳥肌立った。その後ベガパンクがマリージュアを爆破したのは驚きしかなかったよね。
ベカパンクの協力者がホーリーだったとはね。コンポート、VS ジンベイのフルーツ拳法と余人空手のラッシュ好きすぎる。ウルージさんがレッドラインをインガザラシで崩壊させるところ好き。香水強すぎだろ。クロコダイルを瞬殺とは。ドレイクが 1% の下りの後にホーキンス担いで脱出してたって分かって安心したわ。ホーキンスもソードメンバーに協力者として受け入れられてたのよかったね。まさかバギーがワンピースを取るとはな。マゼラン、ミンク族だったとは。カイドウとマムがマグマで合体して世界最強生物になるとはね。エルバフにウルージさんが空から降ってきて乱入するところ熱いよね。マスクの人を助けて共闘するところよかったわ。モージがカイドウって名付けるところ笑ったわ。まさかハットリが CP9 だったなんて想像もしてなかったわ。横のシルクハットかぶったやつは何なんだよ。ハットリが CP9 なのにも驚いたけど、ルッチがそこら辺でスカウトした一般人だったっていうのにめっちゃ笑ったわ。きっと、キラー、VS シャンクスで、一度シャンクスに殺されかけるも、あの世からドルやないかにボコボコにされて死後の世界から現実に押し返されるキッドとキラーのシーンは泣けた。バギーのバラバラが覚醒してレッドラインをバラバラにするとは。いやまさか何が M 様の娘だったのは驚いたよねー。復活したゴールデンカイドウ相手にルフィのバジュラレッドホークとサボの危険と桃のボロブレスで対抗するけど、カイドウのボロブレスの火力に押し負けそうになったところで、エースがあの世からやってきて危険を重ねてくる展開に興奮した。黒ひげ戦のモノローグで、一番夢見てんだ、夢なんて見れたことねえのによ。っていうのめっちゃ好き、その後の笑顔もわー、ってなった。福六寿の耳たぶクラッカーで大体の敵が倒れたの笑った。まさかパウリーがウォーターセブンからずっと船の中に隠れ住んでいただなんて。トビロッポーが全員で超合体して、超絶合体トビロッポー、になったのは笑ったわ。クイーン何やってんだよ。ドレイクが、ウェーン、巻き込まれたー、って泣いててさらに笑った。ドフラミンゴが脱獄するとは。脱獄したドフラミンゴと手を組むのは熱かったな。ウィナー島に現れ、ピンチのローを助けるところよかったよね。巨人島編でアーロンさんがルフィと共闘は熱かった。キッドとシャンクスのデイビーバックファイト熱かったよな。ペダツ様、うっかりプルトン掘り当ててるやん。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。